1日だけなんかあのみんなが見ていただける時期とか、あとあの本当に年に1回とか2回ぐらいあの、まあ、貸し切りの中であの教えていただけるというかレッスンで、うん、世界ジュニアはすごくあの以前高橋選手がやられていて、うん、一度高橋選手にその6歳を見ていただいて、あのアドバイスをしていただいたことがあるんですけれども、うん、あのもうちょっとこうやってみてっていう、そのこうやってみてってやってる時の高橋選手がもうめちゃくちゃかっこいい選手ですっごいなって